こんにちは。じゃ、縦中流落書き部、はい、本日も始まります。はい。はい、先週ね、うん、ライアン・ウッドワードさんみたいな書き方が知りたいですっていうご質問いただいたので、うん、お答えしましたけど、はい、今週はね、縦中先生が、うん、やりたいものまで。はい、ものまで。はい。先週はライアン・ウッドワードさんごっこだったんですけど、はい、今週は僕が大好きなグレン・キーンごっこをしたいなと思います。はい。はい。じゃあ、グレン・キーンのように書く。まあまあ、道具からですよ。うん。もうですよ。で、はい、グレン・キーンさんの、なんだっけ、デュエットっていう短編、はい、ショートショートあるんですけど、YouTube でも見れます。うん、それのメイキングがあって、うんうん、そこに出てたのが、うん、ハイユニのジュービーです。我らがユニ。ハイユニのジュービー。はい。はい、これをそのメイキングで見たときに、うん、ああ、グレン・キーン10秒使ってるよ。買いに行こうぜっつって、一緒にこう、ライアン・ウッドワードごっこしてたやつと一緒に買いに行って、はい、束で買ってきて、これで遊んでました。グレン・キーンっぽいよねっつって。はい、で、それで、まあ、今日もね、ちょっと大きめの B4 で大きく、うん変えていきたいと思います。いろいろ、まあ、グレン・キーン。で、グレン・キーンのドローイングも結構いろいろあって、こう、アニメーションを作る時のこのラフっぽいこう線を結構重ねるのと、クイックスケッチ。うん、ボーンデジタルの本で言うと、リズムとフォースの3番。うん、はい。第3、なんて言うんでしたっけ？第3版？第3版のやつに、序文に載ってるグレン・キーンのスケッチがあるんですけど、これがやばいんですね。本当にね。あれはやばいですよね。なんで、なんでマテジ先生の本だけど、どうしてもそのグレン・キーンの絵をもう一回見たくなっちゃう。そう。なんか、ものすごい手数少なくて流れがあるってやつがあるんですけど、今日両方、やれんのか。まあ。やりましょう、はい。頑張りましょう。はい。はい、お願いします。はい。では、うん、まあ、とりあえず、アニメ、結構、やってた、アニメーションの、このラフにありがちな、なんか、あれですね。結構、あれなんですよ。先週の、ライアン・ウッドワードさんともやっぱちょっと似てはいるのかなとは思うんですけど、ちょっとやっぱ線と、あとなんだろうな、でもまあ、同じアニメーターだから結構アプローチというか、勘どころというか、抑えるところは、あんまり結構似てるのかなっていう気はします。ライアンは根底だともう一本の線をスパンって書く感じですけど、うん、これはあれですよね。割とこう薄めの線が。ああ、そうですね。探りながらっていうような。うん、はい。ちなみに、モデルは C さんですね。そうですね。はい。ありがとうございます。この辺の写真撮影の時は、体の構造がよく見えるようにということでね、お衣装の方も面積少なめで。はい。協力いただいております。ではこのちょっとこう体脂肪少なめのモデルさんを見る、はい、そういう描き方もあるし、こう体の構造を知ってね、うん、またふくよかな方に応用するってこともきっとできると思う、ねうん。そうですね。うん、結構でまあグレン・キーンさんの。感じで、ですけど、でまあなんて言うんでしょう、程よく漫画というか、なんか程よくデフォルメが効いて優しいカーブの連続になっていくので、結構模写的な感じではこういうデッサンっていう感じよりももうちょっとこうスタイルがあるような、こう、カーブの組み合わせだったりっていうのが割と、
なんだろうな、規則的というか、なんかそんな雰囲気もあんのかなとか、勝手に思ってやってます。はい。すごく。で、まあ 10B ですね。で、まあ今 B4 の紙に書いてますが、これもう盛り上がっちゃって、仕事でも 10B を使い出したら、仕事の、その、で使う紙のサイズが A4 が多いんですよね。うんうん、まあまあ真っ黒になって嫌がられるっていう、まあ、そういうあれにはなりましたが。うん、こうか。でも我らがグレンキンが使ってる限りは、そうそうそうですよ。だってグレンキンが使ってんだもんみたいな感じで、まあまあ A4 にはちょっと濃すぎですね。久しぶりにあのハイユニの 10B 使ってます。楽しいですね。ユニにもユニとハイユニとありますからね。そうですね、 10B があるのはハイユニだけで、で、2年ぐらい前にステッドラーで 12B が出てきたんですよね。即買いに行きましたけど。はい。じゃあ、グレンキン先生は使ってるんでしょうか。いや、どうなんですかね。でも、ステッドラーの鉛筆も、そのメイキングにはちらっと映ってたと思うんで、使ってんじゃないですかね。わかんないや。もう、すぐ友達に言うんですよ。12B 出たよ、つって。買いに行かねえ、つって。そんな感じで、うん、はい。グレンキンごっこやるときは、最初、はい、10B を買うから始まる。あ、もちろんもちろん、はい。うん、少しこう曲線多め。多めですね。最初は薄く、だんだんから。こう探りながらというか、なんかそんな感じでいければいいのかな。ちょっとね、とか言いながら全然。見る人が見たらグレンキンっぽくねえじゃねえかよとか言う人もいるんでしょうけど、もうそれはあの、気分なんで、私の。あなたのグレンキンがいる。そうそう。こんな感じじゃないみたいな感じで、グレンキンごっこをですね、なんかもう今、私は楽しんでるわけです。はい。はい。ですね。よしよし、すいません。はい。続きまして。もう一枚ですか？もう一枚。おお、これは YouTube にあのバンされるやつですね。大丈夫かな。もう一つの、いや、うん、あのその超早い感じのやつでグレンキンごっこをすると、うん、多分な感じですよね。はい、で。でも気にしないです。こんなことしないかなとかなんか思いながら、あ、でもこの三角筋はちょっとライアンウッドアドさん入りましたけど、こんな感じですかね。おー、なんとなくわかります。そうですよね、本当にターザンっぽいっていうかな。そうそうそう、なんかもうそれ以上書かないみたいな感じのやつとかは多分で、こんな風にして結構モノマネしながら遊ぶというか頑張っちゃうんですけど、でもその最後までというか細かく書き切らないで、そのグレンキンのさんのさらっと書いたあれみたいな、あんな感じみたいな感じで、ちょっとやってみました。あともう一個ぐらい書いちゃいたいと思います。はい、グレンキン先生ごっこ。ごっこですね。はい、カーブとストレートの組み合わせで、
ゴリゴリ書いちゃえみたいなやつが結構、うんうん、特に足とかはやっぱそれが出やすい、出てるのが多いのかなっていうのがあるんですけどですね。今度はじゃあモデルさんなしで、そうですね、こんな感じでこうカーブに対してストレートをゴーンって当てていくような、こんなですね、結構カーブがあって、まあ、ターザンっぽい感じで、なんかやっぱ力強くてすごく好きな、こうなんだろう、線の構成というか、ストレートなラインに対してちょっとで、まあ、互い違いのこっちにキュッて入ったりとかしますね、しますねとか怒られそうですけどね、すいません、ファンなんで許してくださいって感じです。よいしょ、こんな感じの、うん、あ、はい、まあまあ、あの、そうですね、線の組み合わせがやっぱちょっと気持ちよくて、ちょっとじゃない、めちゃくちゃ気持ちよくて、あの、すごく真似をしました。それをベースになんかね、こう剣とかをちょっとずつ、筋肉とかのディティールとかも、あの、解剖学に沿ってですね、つけていくと面白いのかなと思います。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。アニメーションっていう感じですね。あ、もう楽しいですよね、うん、こういうラインをこうってこう、あの、コントロールしていくと非常にやっぱ楽しいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではまたなんとかごっこ楽しみにしてます。アナログのデモも楽しみで、はい、してます。ありがとうございます。ね、また画面越しでも伝わったんじゃないかなって思いますので、うんうんうん、はい、ではまた来週、はい、中よりお会いしましょう、はい、さよなら、バイバイ。